大阪万博記念公園に来ました。太陽の塔。うん。ここね、ただだね。ああ。前回260円払っちゃった。うん。で、あの橋渡ると、あ、駅だ。ね、こっちかな。うん。右側かな。エキスポグッズストア、帰り見てこう。ねえ、こういう岡本太郎って感じ。あ、ちょっと見てしようかな。うわ、帰り買ってこう。うわ、これすげえ、部屋に置いてきたやん。あ、高い、1万7000円。ああ、これ、太陽の塔ネックレスだ。これは帰り見てこう。すごいね。お土産。いまだに魅了する岡本太郎の作品だよね。太陽の塔。あ、こういう口。大阪にね、着任したとき、真っ先に来たね。こうね。4時半まで。今1時。3時間半。前回ね、見てない。鉄鋼館、あれを見てないんだよ。あれだけ見てないんで、あれだけ見に来ました。また入場料払わなきゃ。すごい。すげえな、あれ。出ました。太陽の塔。でかっ。あの中入れんだよね。あの手のところの構造が見れる。さあ、入場するぜ。タッチだね。タッチだ。はい、さあ見せたら、おお、正面からすげえな。あ、着いた。で、こっちだね。あ、カレーエキスポやってる。いや、今カレー食ったばっかりだ、はい、桜は散ってしまって、葉桜だね。いや、しかしすげえな。でかっ。あれ動き出したらびっくりだよね。私の住む横浜にはね、子供の国というのがあって、それに似てるな。あ、あれ行くのかな。しまった。楽な方だと思ったけど、楽じゃなかったぞ。階段が待ち受けていた。しかもそこ封鎖されてるから、さらに迂回だ。うん、桜が咲いてる。ん？カレーフェア。あ、そう、こっちだ。あれだよね、多分。うわ、結構お花見来てるね。葉桜だけど、ね、すごい。これ先週来たらすごかったんだもん。大阪城みたいだね、この桜の本数は。今度はあれも、来週は帰省だけど、最終ブルーシート持ってここであれだな、コーヒー作りたいな。それとあれだ、あのご飯会社からもらったんだね、緊急飯。それを炊いてみちゃう。いいよね、これ寝れてね。オリンピックはもう去って過ぎ去ってしまったけど、これだけね、客入りがいいってすごいね。で、これみんな有料なんだよね、入るね。260円だ。莫大な収入が。
桜咲いてる。さあ、広いね、カレーフェア。和歌山カレー事件ってあったけどね。あれと関係あるのかな。どうだこれ。さあ、チケット制です。チケット制。さあ、ここだ。エキスポ70パビリオン。ここはね、その唯一ここだ、当時のエキスポのあれを残してるらしいんですね。さあ行ってみよう。ここだけね、前回見てねえんだ。